来てくれたの？よかった。実は植物のツタに絡まっちゃって、自分で抜け出せればよかったんだけど手が届かないのよ。お願い早くほどいて。え？植物が私を食べようとしている？そんなことって。口を開けてる！早く助けて！はあ、助かった。ようやく動けるようになったわ。自分で何とかしようとしたんだけど、動くたびにツタがいろいろなところに食い込んで大変だったの。君が来てくれなかったらずっとあのままだったかも。私、イオっていうの。君、名前は？本当に助かったわ。ありがとう。この辺りは魔物も出るから、君は私の命の恩人ね。柔らかいって、私の胸？ごめんね、急に抱きついちゃって。苦しかった？とにかく本当にありがとう。もう魔物に襲われないように気をつけるわね。これ以上迷惑かけられないもんね。じゃあ私はこれで、さようなら。勉強？ああ、教科書を読んでいたのね。自主的に勉強するなんて偉いのね。あれ？でもこれってかなり基礎的な部分よね。君の年齢でやる範囲じゃないような。記憶喪失？勉強の記憶もないから基礎からやるしかないって。そうだったんだ。全然気がつかなかったわ。そうだ、私でよければ勉強を教えられると思うんだけど、どうかな？実は私、これでも学校の先生なのよ。ねえ、私の学校の生徒にならない？君にはこの間助けてもらったし、私も力になりたいなって。どうかな？よかった。それじゃあついてきてくれる？はい、ここが私の勤める学校、ルーセント学院よ。今日は日曜日だから他に誰もいないけど、普段は年齢も種族もバラバラの生徒がたくさん勉強しているの。だから記憶喪失の君も安心して授業を受けられると思うわ。先生って呼ばれるのはまだちょっとくすぐったいかな。なったばかりの新米教師なのよ。だからイオちゃんって呼んでね。それじゃあお勉強を始めましょうか。私、担当は国語なんだけど、他の教科も基礎なら教えられるから。じゃあまずは理解している範囲を知らないとね。最初はどの教科から教えていこうかな。君は優先的に教えてほしいものってある？今は何を勉強していたの？あ、
ちょうど国語の教科書を見ていたのね。どこかわからないところある？この問題？登場人物の心情を答えようね。それはこの一文をよく読んでみて。どう？わかった？そう、正解！さすがね。え？私の話？教えるのに夢中で、つい。これからは気をつけるわね。じゃあ次の問題ね。これはわかる？うんうん、いい感じよ。あ、そこ間違ってるわ。ここはこうして。あ、ごめんね。君だとつい気が緩んじゃうのよね。それでここはね、教科書のここを。あ、またくっついちゃった。あー、どうしようかしら。授業には慣れた？わからないことがあったら何でも聞いてね。私が答えて。ねえねえ、私アイス食べたい。仕方ないな、半分こだからな。あ、ごめんね、ついぼーっとしちゃって。さっきのカップル羨ましいなって。私魔族の女子校に通っていたから学生生活を満喫できなかったのよ。今思い返すと、もっと学生生活を楽しんでおけばよかったわね。学校帰りに買い食いしたり、男の人とデートするのに憧れてたのよ。え？どういうこと？私と放課後デートしてくれるの？それじゃあお願いしようかな。付き合ってくれるお礼に何かご馳走してあげる。食べたいものがあったら言ってね。あのアイスクリーム屋さん、ミルクがとっても濃くてすごく美味しいのよ。あそこでいい？じゃあ買ってくるわね。お待たせ。こっちが君の分ね。え、何？すごく楽しそう。気づかれちゃった？だってこれって放課後の買い食いよね。一つ夢が叶っちゃった。君のおかげよ。このアイスは夢を叶えてくれたお礼ね。早く食べようか。急がないと溶けず。アイス、もう溶けちゃってるわ。胸にアイスが垂れて。これじゃベトベトになっちゃう。ねえ、拭いてくれない？お願い、このままだと服の中まで入っちゃうわ。ほら、両手がアイスで塞がってて、自分だと拭けないの。喜んで？よくわからないけど、お願いね。くすぐったい。あ、拭き終わったの？ありがとう、助かったわ。さあ、改めてアイスを食べましょう。こっちが君の分ね。え、何？アイスを渡せば自分で拭けた？言われてみれば確かに。うっかりしてたわ。お前何やってんだ。あら、あなたたちは私のクラスの。
俺たちのイオちゃんの胸を許さん。極刑だ、あいつを捕まえろ。逃がすな、おえもうお友達ができたみたい。男の子は元気でいいわね。どうしたの？ぼーっとしちゃって。休日の学校って誰もいないから緊張してるのかな。え、この服？今日は二人っきりだからいつもよりカジュアルな服にしちゃった。服を褒めてくれるのは嬉しいけど集中しないとダメよ。せっかく二人っきりになれたんだから。大丈夫、私が手取り足取り教えてあげる。ほらリラックスして。それじゃあ授業を始めるわね。まずは原告の教科書を開いて。君には助けられてばっかりだけど勉強なら見てあげられるから。私頑張っちゃうわね。それでどこがわからないの？あれ、どうしたの？私の方ばっかり見て。急に何言ってるの？先生をからかっちゃダメよ。ただ男の子に可愛いなんて言われたことないからちょっと嬉しいかも。でも教科書見ないとダメよ。集中集中。ほらここの問題、人物の心情を答えよってところ。君この前のテストで間違えて。ああ、また私の方見てる。もう集中切れちゃったの？しょうがないな。それじゃあちょっとだけ休憩にしましょうか。お茶とお菓子があるの、食べながらお話ししましょう。こういうのも楽しいわね。私友達と勉強するの憧れてたんだ。教え合ったり休憩しておやつ食べたり、そして恋バナに脱線しちゃったり。そうだ、恋バナしてみちゃう？君は好きな女の子っている？目の前？どういうこと？あ、姿が目に浮かぶくらいいつも思ってるってことね。素敵。私のタイプ？内緒。そのうちわかるかもね。ねえねえ、これって恋バナよね。また夢が叶っちゃった。ありがとね。さあそろそろ勉強再開しましょうか。まだ集中できない？あ、そうだ、だったら勉強頑張ったらご褒美に先生が特別な授業をしてあげる。とっても楽しくてキュンキュンしちゃう特別授業よ。先生が優しく教えてあげるから。やる気出してくれて嬉しい。私も頑張って教えるからね。どうだった？あたしからのプレゼント、いい夢見られた？今のはね、あんたとイオの記憶のかけらをもとに私が作った夢なのよ。懐かしかった？まあまだわかんないか。あんたがもっと記憶のかけらを集めたらまた夢を見せてあげるわ。たくさんの女の子との夢を見ること、それが世界の真実にたどり着くことになるの。頑張ってね。それじゃまたね。
あれ？私、君と買い物してて、いつの間にか寝ちゃってたみたい。君に勉強を教える夢を見てて。え？君も同じ夢見てたの？不思議ね。どうかしたの？何か気になることでもあった？え？特別授業の内容？とってもいいことよ。私の大好きな恋愛小説についての授業よ。とっても切なくてキュンキュンしちゃうんだから。あの、困ります。いいじゃんいいじゃん、君一人なんでしょ。俺と楽しいことしようぜ。実は誘ってるんだろ。そんな格好してるんだからよ。誰か助けて。え？なんだお前、邪魔すんじゃねえよ。てめえ、この子の知り合いかなんかか？恋人？自分の彼女だから手出すなってか？でも怪しいな。お前ら本当に恋人か？え、私たちが恋人なんて、そんな。そう思わせた方がいい？確かに。そうよ、私たちは恋人なのよ。なんか嘘っぽいな。どうしよう、信じてくれないわ。そうね、でも恋人らしいことって何かしら。私、恋愛ってしたことないから。少女漫画とかだと壁ドンとかかしら。ねえ、壁ドンして。な、何のつもりだ。その人でなくて私にするのよ。どうすればいいのかしら。難しいわね。こら、私にばっかり考えさせて。君も一緒に考えるの？君は恋人とどんなことしたいの？わからない？君には勉強だけじゃなくて、もっといろいろ教えてあげないといけないわね。少女漫画のこととか、恋愛小説のこととか、今度いっぱい持ってきてあげるわね。おいおい、俺を無視して何二人っきりで盛り上がってるんだよ。あ、ごめんなさい、この人とのおしゃべりが楽しくて、つい。くそー、イチャイチャしやがって。マジで恋人だったのかよ。よかった、なんとか信じてもらえたみたいね。なんで君が謝るの？恋人って言ったこと？君が謝る必要なんてないわ。助けに来てくれて嬉しかったんだから。それに、恋人って言ってくれたことも。ううん、なんでもないわ。助けてくれてありがとう。また助けられちゃったし、何かお礼しないと。あ、すぐそこに美味しいケーキ屋さんがあるの。一緒に行きましょう。ごちそうしてあげるから。これってなんだかデートみたいよね。楽しみ。魔物だ。町のすぐ近くに凶暴な魔物が来てるぞ。どう
どうするんじゃ。放っておいたら何するかわからんぞ。退治するしかねえ。みんなで協力すれば倒せるだろ。よし、みんな行くぞ。こいつが凶暴な魔物だな。みんなでやっつけてやる。待ってください。この子に敵意はありません。なんでそんなことがわかる。そいつは魔物だぞ。いつ襲ってくるかわからねえ。危険だから魔物から離れるんだ。嫌です。あなたたちがこの子を攻撃する気なら私が全力で止めます。おい、どうするんだ。どうするって。凶暴な魔物がこんなところにいたら危険じゃ。倒すしかないじゃろ。あのお嬢さんには悪いが、邪魔するなら力ずくでどいてもらうだけだ。行くぞ。お、なんだ小僧、お前まで邪魔する気か。何、魔物に敵意があるなら近くにいるあのお嬢さんが真っ先に襲われてる。確かに一理あるが、しかし町の近くにいられたら困るんだ。遠ざけるだと。いいだろう。本当にそんなことができるなら退治はしないでやる。俺たちとしても戦わないで済むならその方がいいしな。私がこの子を森に返してきます。この子を傷つけないためなら何でもします。わかった。じゃあその魔物はお嬢さんに任せたぞ。ありがとうございます。君もありがとうね。え、手伝ってくれるの。ありがとう。それじゃあ一緒に行きましょう。どうしてこの子をかばっていたのかって。この子ね、前に魔物用のトラップにかかっていたの。傷ついて苦しんでて、魔物だからって放っておけなくて、だからトラップを解除して治療しちゃったの。そしたら懐かれちゃったみたい。今日も私を探して町まで来ちゃったのよ。ほら、今もおとなしくついてきてくれてるでしょ。この子はとっても優しい魔物なの。でも君、どうして私のこと信じてくれたの。私が襲われていないのもこの子の気まぐれだったかもしれないのに。私のこと信頼してくれてるんだ。嬉しいな。君が信じてくれたおかげでこの子も退治されないで済んだわ。また助けられちゃったわね。いつもありがとうね。君もいろいろと覚えてきたわね。この調子で私と一緒にいろんなことを覚えていきましょうね。ねえ、今日は何を教えてほしい？イオ先生。あら、あなたは私のクラスの。どうかしたの？この前の授業でわからないところでもあった？いえ、そうじゃなくて、その最近いつもその人と一緒にいますよね。ああ、見られてたのね。なんだか恥ずかしいわ。あの、お二人は恋人同士なんですか？え？私と彼が？恋人？違う。私たちはそういう関係じゃないわ。私は彼に勉強を教えてるの。つまり、先生と生徒。そう、それだけの関係なのよ。わかった？
はい、わかりました。すみませんでした。はあ、びっくりした。まさか恋人に勘違いされるなんて。前に恋人のふりをしたことはあるけど、ただ勉強を教えてただけなのにそういう風に見えちゃうのね。あ、ごめんね、あんな全力で否定しちゃって。そんなこと言わないで。私たちそういう関係じゃないんだし。私は君と恋人に間違われて。ううん、何でもないわ。気にしないで。でも私に恋人か。今まで恋人っていたことないのよ。恋人とデートしたり二人っきりで過ごしたり。憧れちゃうな。私の初めての恋人ってどんな人になるのかな。君みたいに優しくて一緒にいて楽しい人だったら嬉しいわ。やだ、私何言ってるんだろう。なんとなくそう思っただけで深い意味とかないからね。ああ、もうなんでこんなこと言っちゃったんだろう。恥ずかしい。私と君は先生と生徒だから。ほらほら、まだ今日の授業が残ってるわよ。君が勉強できるようになるまで最後まで先生としてしっかり教えてあげるからね。二人で頑張りましょう。君と一緒に買い物なんて嬉しいわ。なんだかデートみたい。あれ、これってあの時の光？あ、眩しい。あ、気がついたのね。よかった。覚えてる？他の男の子たちとふざけていたら階段から落ちちゃったのよ。このまま目を開けないんじゃないかってすごく心配したんだから。あ、まだ動いちゃダメよ。安静にしてなくちゃ。それにもぞもぞ動かれるとくすぐったいわ。ええ、寝苦しそうだったから。ダメだった？ダメよ、天国に行っちゃったら目が覚めなくなっちゃう。え、そういう意味じゃないの？よかったってこと？それじゃあもう少し落ち着くまでこうしてましょうね。大丈夫よ、他には誰もいないわ。二人っきりだからいっぱい甘えていいのよ。あ、君指から血が。転んだ時にすりむいちゃったのね。ちょっと見せて。これくらいの傷なら舐めておけば大丈夫ね。うん、これで大丈夫。あれ、どうしたの？顔が真っ赤。様子を見に来てみたら。お前何してんだ。俺たちのイオちゃんに膝枕させた上に無理やり指をしゃぶらせるなんて。許せねえ、極刑だ。お前らやっちまうぞ。あ、どこ行くの？逃がすぞ。おえよかった、あれだけ元気があればもう平気ね。どうだった？あたしからのプレゼント、いい夢見られた？以前のあんたとイオの記憶をもとに作った夢なんだけど、今のあんたはこんな行動をとるのね。あたしも見てて楽しかったわ。それじゃまたね。
目が覚めた？うん、私もついさっきまで寝てて、また不思議な夢を見たの。君も？私が看病する夢？あ、やっぱり同じ夢みたい。何回もあるなんて本当不思議ね。あ、そういえば保健室の備品を買いに行くんだったわね。だからあんな夢見ちゃったのかしら。じゃあ早くお店に行こうか。あ、気をつけて。夢みたいに転んで怪我とかしないようにね。